2017年の東京ヤクルトスワローズでは2017年シーズンについての東京ヤクルトスワローズの動向をまとめるこの年の東京ヤクルトスワローズは真中光監督の3年目のシーズンである2016年東京ヤクルトスワローズは64勝78敗1分でセントラルリーグ5位に終わった同年は山田哲人が2年連続トリプルスリーを達成したのを はじめ、打撃面では、リーグ2位となる、チーム打率、256を記録したものの、チーム防御率は4.73とリーグ最下位に終わった。シーズン終了前の9月、2017年シーズンも、マナカが監督を続投することが決定した。2016年シーズンの成績を受け、ヤクルト球団幹部は、投手陣の補強を重視する姿勢を取った。ドラフト会議では、 育成選手を含む7選手を指名したが、内子選手は投手であった。また、球団の新外国人投手としては、歴代最高となる年俸1億7600万円プラス歴高、バラで2016年までにメジャーリーグで30勝を挙げた実績を持つロスオーレンドルフと契約した。新外国人は、オーレンドルフを含めて4人と契約した。 セーパ交流戦最終成績本説では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関係または芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は、トレード、FA 遺跡のみを記載し、空欄は自由契約。 任意引退もしくは詳細不明を示す。選出なし出展、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月色付きは、規定等球回数以上の選手色付きは、規定打席以上の選手。ありがとうございます。